はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日チャレンジメニュー会でございます。いやー、今日はですね、久しぶりに頭にタオル巻きたいと思います。というのもですね、今回ラーメンのチャレンジメニューでして、僕の大好きな家系ということで、ただ重量が 4.5 キロありまして、制限時間が25分ということで、結構ねきつめのチャレンジとなっておりますので、今回タオルを巻いて本気で挑んでいこうかなと思ってます。本日はこちら横浜に来ておりまして、オープニング撮っているところ、なんだかんだ店舗を着きました。ということで本日はですね、こちら僕の後ろ、山崎屋さんという家系ラーメン屋さんに訪れております。これちょっともう後ろに書いてあるんですけど、本日はね 4.5 キロということで、ガチでチャレンジに挑んでいこうと思います。大丈夫かなということでですね、ただいまこちら山崎屋さんの店内に入っております。本日いただくというか挑戦させていただきますね、チャレンジメニューはすでに注文しておりますが、まずはねこちらのお店さんの紹介ということで、横浜といえばのね家系ラーメンを提供している人気店なんですけれども、通常ねラーメン以外にも地獄ラーメンとちょっとね辛いラーメンなんかもあったりしまして、僕もね今日このチャレンジ終了後ですね、余裕があればその辛いのもねいただきたいなと思っておりますが、しっかりと本日はこのねタオルを巻いて結構ガチチャレンジで挑みたいと思っております。ということでですね、本日いただきますチャレンジラーメン完成しました。いやでかいですね。もう何年もこの活動をしてまして、チャレンジメニューね幾度となく挑戦しておりますが、毎回この瞬間は慣れないというかね、緊張するもんですが、今日もですねしっかりとこちら制限時間をですね25分に設定させていただきまして、全力チャレンジに挑んでいこうと思います。あー、はい大丈夫です。はい、お願いします。3、2、1、スタート。いただきます。いただきます。よしよし、ちょっとスープも行きたいところだけど、やっぱ具材と麺か。よいしょ。うわー、もしか 麺からね、いっちゃいます。うわ、うん、ほっと、うん、あーうまっ、うん、
し、久々の今このラーメン系のチャレンジなんで脚力がやばいですね。うわ、
やっべ、もう10分経ちましたね。
しい。よいしょ。あということで、本日ですね、こちら山崎屋さんのチャレンジですね、完食させていただきました。多分もしかしたらちょっと最速じゃなかったかもしれないんですけれども、チャレンジ結果としてはね、だいぶもう 4.5 キロありますから、かなり好タイム叩き出せたんじゃないかと思います。本当はね、地獄ラーメンですね、辛い方食べようと思ったんですけれども、なかなかお腹いっぱいでございます。今日はこの辺りで帰ろうかなとちょっと改めてごちそうさまでしたということで、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということで、それではまた次の動画でお会いしましょう。